この動画でですね、これ私のコンサル生から質問ありましたので、ぜひね、回答させていただきます。はい。日本の税金システムですと、まずですね、年間の給与を103万円以下でしたら、納税がね、かからないです。払うっていいんですよ。非常に便利ですよね。103万円以下でしたら大丈夫です。これね、ぜひね、覚えていただければいいかと思います。ですが、103万円以上稼いでいると、まあ、これはですね、納税の義務が発生します。で、これですね、まあ私もいろいろ経験あるんですけど、103万円以上でも、意外にですね、バレない場合もあるんですけど、必ずね、どこかでね、バレるんですよ。で、これはね、私の実際の例なんですけど、私がですね、会社員の時に、毎月ですね、20万から30万不況で、稼いだんですよ。で、この時ですね、なんとですね、納税一切してません。で、納税をね、しなくていいと思ってしてなかったんですよ。でですね、まあ、カメラテンパルで、ね、まあ、稼ぎになったら独立したんですよ。で、その年のですね、9月にですね、なんとですね、税務署が電話がかかってきましてですね、で、その電話がですね、もう半端じゃないんですよ。1回切るとですね、また電話がかかってくる状態で、もうほっといてね、10回も20回も電話がかかってきます。で、税務署ってね、絶対ですね、税金を取るように締め切ってくるのと、もう一つですね、これはですね、パソコンのね、ネットの銀行口座あるじゃないですか。それでですね、その銀行口座と、税務署のですね、システム、なんとくっついてるんですよ。なので、バレます。これは。はい。で、額はね、大きいは大きいですぐバレます。例えば300万とかね、200万とか100万とか、100万でもいいんですけど、500万でもいいんです。もうすぐバレます。で、小さい額でもですね、バレる可能性があるので、気をつけていただければいいです。と思います。額が大きければ多いほど、税務署はですね、すぐに動きます。税務署のね、お金を取る場所がありましてですね、そこはすぐですね、動きます。はい。だから、この場合どうしたらいいかって言ってくるんです。まずですね、私の場合はですね、すぐ税理士さんにお願いしました。連絡して。で、なんとかね、してほしいってことで、もうとにかく、ね、資料ですね、もういっぱい渡してですね、税理士さんに、税理士さんのお金払ってますよね。さらに50万追加しました。追加して、もう全部ですね、なくしてもらいました。で、私のところの頼んでる税理士さんの偉い人にですね、さらに頼んでですね、一緒にですね、浜松の東税務署だったんですけど、そこに行きましてですね、お願いしてですね、もみ消しましたね。はい。もみ消しました。で、これはですね、お金かかってくるんで、あんまりやってほしくないです。50万以上かかってるんで、これはやってほしくないんですけど、まあ、できればね、稼いで103万円超えたら、青色申告をね、やった方がいいですね。で、もしですね、税理士さんに払いたくないとかね、何かいろいろお金、金銭で、ね、結構払いたくないっていうことでしたら、まあ、市役所の方にですね、相談していただければいいかと思うんですよ。無料口座とか多分やってる可能性があります。で、私はこの件ちょっとわかんないんで、ぜひね、まあ、住んでる地元の市役所に聞いていただければいいかと思います。で、納税っていうのはですね、まあ、私の経験いきますが、今年もそうなんですけど、今年私は納税だと200万なんですよ。はい。で、納税はですね、絶対払わないといけないんですよ。で、よくですね、芸能人の方とか、スポーツ選手っていうのはですね、よく脱税って昔やってましたよね。最近はちょっとやってないと思うんですけど、あれはですね、やっぱ税金払いたくないですよね。すごい額になってくるんで。ちょっと今もそうなんですけど、税金っていうのは、ね、本当に高ければ高いほど払いたくないです。怖いですね。で、一生終われますし、データが残ってますので、追っかけてきます。はい。で、延滞金も取られますし、とにかくですね、私の場合はですね、もう去年がですね、売り上げすぎたので、税務署見てとにかく相談しました。で、まあね、猶予とかね、にしてもらったので、多少は楽になったんですけど、一生終わります。なので、まあ、個人事業主でね、アルバイト、副業でも何でもいいんですけど、ぜひね、稼いで103万円以上超えますと、納税義務絶対発生しますので、ぜひね、納税に注意してね、稼いでいただければいいかと思います。ぜひね、気をつけていただければいいかと思います。あとですね、まあ、これ余談なんですけど、輸出でしたらですね、消費税は一切かかんないので、もしね、消費税払いたくないって方でしたら、まあ、輸出をしていただければいいかと思います。はい。ではね、気をつけて稼いでいただければいいかと思います。はい。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、質問等ありましたら、ラット録音によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。